みんな嘘つきばっかりや。京都の名物も世界の名物もみんな嘘や。お金で買われるのは上手な人は出世して、下手なのがうちみたいにボイコットされるんやないか。もう嫌や。体を売らんと生活できんのやったらうち舞子やめる、姉ちゃんも芸者やめて。何へ生意気な。それが私に言う言葉だ。生意気でも何でもええ。姉ちゃんやさかい。そうですか。君は僕を嫌なやつと思っただろう。ええ。しかし人なんでしょ。あんたが品物売ってると同じように私も体売って生きてんのよ。同じ取引じゃないの。